はい、皆さんこんばんにちは、バットラーです。はい、明神池に歩いてだいたい1時間ぐらいらしいので行きたいと思います。いやー、静かで綺麗。いやー、森の中から開けたところに来て明神池に着きました。二の池、うわ、またここが綺麗なところだよ。何ここ、この小屋でお弁当食べます。上高地キャンプセンター。ああ、キャビンもあるんだね。へえ、ここが受付。でもすごく景色がいいね、ここの。さあ、カッパ橋戻ってきたよ。さあ、戻るか。すごい人。朝乗ったところに戻ってまいりました。あとね、岐阜まで3時間ぐらい。ぼちぼちと帰りたいと思います。足がだるい。ではまた。